では、ケータルゲームです。開けてきたいと思います。本日のライフワークはなんと、2022年最終日、12月31日にお送りしておりますので、エクステンクション復興編は、やっぱりね、やり残していること、一つあると思います。前回はいろんな悲しみを乗り越え、イグ・アナルドンおよびケルベロスの犠牲のもとにですね、まあカッコクラッシュのせいなんだけど、ケルベロスはこのギガノトサウルスレベル145ゲットしたよね。じゃあ対となるものを必要だよね。そう、カルカロドントサウルスがやはり我々には足りないと思うんだ。ということなので、 OSD 紫に挑むためにはこういったものを用意しましょうということでですね、今回我々が狙うのが2022年最後のテーム、カルカルドンツサウルスレベル150行ってみたいと思います。ふぅ、じゃあ行こうぜ。ということで、カルカルドンツサウルスをエクスティンクションでバチコシ捕まえて2022年を終えたいと思います。ふぅ、今日は、用意していただいたドクトリさんにですね、この KTR 専用ザクに乗っていきたいと思います。オール1統一ですね。しかも強えなHP37 スタミナ47、しかも重量40、メル35強このね、強っ強な赤統一のテックステゴで本日私は戦いに挑みたいと思います。あ、とりあえずあの年末もあれやっとく。いやー、パワー、お、死ねえよお前。よし、死んだ。オッケー、パワー、痛い、てい、完璧だこれ。筋肉くん TV いけそうこれ。ちょっと似てんのやめろいやー、パワーあ、来たということでね、急遽ね、緊急速報で、ちょっと太郎さんがね、あのサドル塗ってくれたんだけど、ニューイヤーイベントは2時間40分後に発動します。これ何かというと、今ですね、撮ってるのが、年末なんですね。で、毎年恒例の年末年始イベントがですね、あるんですけど、いつもね、アメリカ時間だから変な時間に行われたと思うんだけど、今回ですね、私、自分のサーバーなので、時間をですね、設定して、年越しのタイミングで、ニューイヤーイベントですね、あれが開催されるようになったので、皆さん、2時間40分です、本日の制限時間は。その中で、カルカルのツアルスやってみましょう。あ、ここまでマナガルムで来れればいいっしょ。一回直して、イグ・アナルドン4代目いきます。やっぱりイグ・アナルドンってさ、3代目もさ大活躍したじゃん前回、まあ、ギガに踏まれて死ぬっていうね、すごい最後を迎えたけど、わ、ワイバー、なになに、ちょっと待って、ちょっと待って、お前絶対押すなよ、絶対押すなよ、お前絶対押すなよ、お前絶対押すなよ、お前やめろって、お前近接攻撃して、お前全然ダメージ食らんかった、おもんなあいつ。俺バレエティで見たら絶対押すなよ、もうちょっと面白かったけど、俺と同じくらいおもんないDDDDD、 え、いや、カスミンは C カップだよ。あ、デストロイね、ごめん、カスミンのカップ数かと思った。 CCCCC それはカスミンのカップ数ねじゃあデストロイしまーす。それ眼科のやつ。え、タルさんどういうこと、それ、え、何、上右って何、スーファミそれ、え、どういうこと、ちょ、デストロイしたいから早急に答えてくれる、それなんか眼科のやつってどういうこと、眼科のやつだよ、ほらさ、目のさあれ、年末なのに滑ったの、タロさん。マジこの空気無理だわ。こういう感じで、塩くんは学校行けなくなったから。岩小手島、岩小手島滑ったら岩小手島でこじ切りしとこ、五郎さんっつって。本コアだったわ。かいって、いや、五郎さんやるなや。タロさんだろ、おめえは。え、ちょっと待って、あと2時間11分後にはもうニューイヤーイベント来るよ。高レベルどころか存在がね、なんかいないよね。2、3時間あったら2、3回を虚勢できるから大丈夫だよ。いや、それ、猫先生の、あれね、猫を避妊手術か虚勢手術する速度の話ね、それ。ちょっと違うかな。みんなもね、飼った犬とか猫はできるだけね、あれだね、環境がなかったらね、手術受けた方がいいよ。うちの猫も避妊手術受けてるからね、2匹ともね。KTR さんは2分でできる。やめて、俺の弾取るの。俺の弾取るの想定しないで、やめて。俺なんか、とんでもないこと気づいたんだけど、ジェニス1で参加型でニューイヤーイベント初めてやって、で去年ロスアイランドでやって、で今年エクスティンクションでやる。え、3年連続俺タラさんとお正月一緒に遊んでるの、タラさんと俺、心が痛い。それなかったことにできない。まあ要するにイコールドクトリさんもいるからね、その場に。ドクトリさんも同じように3年間タロさんとニューイヤーを過ごしてるから。じゃあとりあえずドクトリさん作ってくれたこの真っ赤な捨て子で俺頑張るね。当たり前当然だけどスピード曲入りだな。こっちは3番統一ね。いや、もうすぐ統一するじゃん。え、ちなみにカルカロは2022年カルカロ品切れですか。え、本当にいなくない、カルカロ、やばいよね。
このまま23歳になれません。え、どういうこと？童貞のままってこと？童貞のまま23歳は厳しいってこと？でもまあ一応まだ1年あるから大丈夫じゃない？ 30 歳童貞だっているんですよ。もう30歳童貞はもうあれ、ドラクエと一緒の遊び人で、20になれば自動的賢者になれるから、悟りの書なくても、まあ、それと大体同じノリでいけるよ。一緒にするな。急に裏切った。次の魔法何覚えるの？イオナズン？イオナズン？モシャス？モシャス？ドラゴラム？デストロイ？去年までの俺。アドミンチートデストロイラストイヤー141号。なるほどね、141号さん去年までの自分を消したいんだね。どまい。あのリアルじゃデストロイ効かないっぽい、なんか、うん、多分アドミンチートっていうか、あのアドミン権限持ってる人は多分神様ぐらいだから使えねえな。現実世界だからね。ごめん、ちょっと俺無理だった。ここでじゃあとりあえずあのこっちの方のデストロイ打ってあれしとくね。カルカロ再湧きできるように祈っとくね。バイトがなんか飛んだ感じの雰囲気だよねこれ。あれ今日カルカロ来なくない？シフト何時からすか店長？いや15時からだけど、無断欠勤っすかみたいな、そんな感じ。誰かこの中であの携帯のライン交換してるやついる？カルカルと、いないっすねみたいな。あいつ飛んだなっていう感じ。え、ガチであと1時間ぐらいしかないけど大丈夫これ、いけるかな。俺たちのヒリヒリするタイムアタック始まってしまったぞ。いや、まあ150とか言うとりますけど、まあ実際問題130ぐらいでさ、全然さ手は打つからさ、ここ配信でカットしとくからさ、全然出ていただいてもやぶさかではないんだけど、本当にね。エリカボス来たらこれはワンチャンいける。そうだよね、エリカ来たらワンチャンいけるかもしんない。うん、てかエリカさ、なんかさ年末かクリスマスかシャネルのバッグさツイッターにアップしてたから、男関係一回ちょっと探ろうぜみんなで。決してこれはあれだよ、俺たちが興味本位で、えってなんか猫先生に言われました。僕昨日の朝3時ぐらいの話です。え、なんかエリカ女からもらったんだって。なんだ、解散解散、つまんな。あ、今太郎が言いました。僕あの太郎さんのあのあれ呼んだだけです。僕は何も言ってません。え、なんか門町ギガノといたんだけど、崖裏に。怖っ。ちなみになんだけど残り1時間切っちゃった。今年のうちにやり残したことあるよねっていう今流れなんだけど、いません、いない、いない、いない。まあでも諦めたらあれだよね、そこでなんちゃらかんちゃらでデブが言ってた、うん、やべ、エリカ入ってきたぞ、気をつけろ。みんなみんな言葉には気をつけろよ。そこはかとなく、なんかエリカいい、いいよね、なんかそこはかとなく。エリカさんマジ最高っす、わかる。信じられない薄っぺらさだった俺たち。さすがエリカ様、もうそれあれじゃん、魔王の子分だから。その言い方、あ、汚染ギガじゃん。イグアナルドンいけるか。イグアナルドンは代々汚染ギガノトを倒してきた。我々は汚染ギガノトを倒すためにここにいる。そのためのメレであり、そのためのイグアナルドンである。いくぞー、どうらっしゃー、行くぞ、やれやれやれ、シューゲ、お、レベル100だ、なかなか強いぞ。イグアナルドン4杯目、こいつのポテンシャルの高さ見せてやろう。うお、行くぞ行くぞ行くぞ、しまけしまけ、やばいぞ、まあまあダメージが来てる。イグアナルドン耐えてくれ、オラのイグアナルドン持ってくれ。そう、まあこういうこと、簡単に言うと筋肉イズザベストって感じ。うわ、やばい、隕石ある、あぶ、あー OSD か、びっくりした。軽く、あ、いた、コロコロ、35、ゴミがよ。カルカルに変わってすみません。え、マシ君バンでいいってこと？やっぱり誠意ある対応を持って示さないと。それは勘弁してください。マジでこうなるからあんまり謝んない方がいいよこのサーバー。え、てかさ、ギガの方が出てない？スポーンの多さ的にカルカルの方が出るらしいんだけど。2時間半ひたすらさ、もう今日ちょっとあの年末だから人少ないけどさ、十何人でさうぎゃーってやってんのにさ、全然反応がない。そんなわけ。ほんまなんですよ、もうなんか2022年終わりそうなんですよ今。太郎寝た、リアルもゲームも。おやすみ。はい、シリーがおやすみって言ったら入って、今めっちゃびっくりした、今めっちゃびっくりした、今めっちゃびっくりしたんだけど、え、びっくりした、何シリー、最近さちょいちょいシリー出てくるよね。ヘイシリー、カルカルドントサウルス場所教えて。あ、ごめん、マナーモードにしてたから音声なかった。え、じゃあなんでさっき入っていったの？
怖っ怖っ、めっちゃ怖っ。いい加減気づけってこと。もう残り14分59秒なわけ。もう2023年は来るんだよね。そう、人類選別。もうカルカルがいないっていうこと、そういうことなんだよね。大丈夫？ D しとく？カルカル15。2020年度版は売り切れですか？残り10分！まずい！ D しとく？ D しとく？最後の1秒まで諦めてはいけません。諦めてはいけないけど、一応撮影もあるので、60秒前には行きたいと思います。おい、これまずいんじゃないか、これ。催促されてるシステムに、残り2分だよって言われてる。やむをえん。ここは全員、戦略的撤退を。右上に集まるんだ。あー、なるほどね。ここら辺だ。オッケー。なんかもうちょっと遅かったね、この時間。サーバーの時間遅れてる、日本時間と。もうだって12時になったよ、こっちじゃ。ハッピーニューイヤー！ハッピーニューイヤー！これだよね。あ、ごめん、もうちょっと遅だった。こっちだった。ここか！ハッピーニューイヤー！はい、みんな明けましておめでとう。こうやってプレゼントが鬼ほど出てくるのが、このイベントです。皆さんね、なんか適当に撮って、あれでしょ、首都にね、全部集合させましょう。残念ながら2022年度のカルカルドントサウルスというものはゲット、叶えませんでしたが。今年もですね、本年度もですね、ちょっと待って、プレゼントが違う、アイテム入ってる、やばい、これプレゼントアイテム入ってる、これやばい、これチーペットじゃねえぞ今回の。これあれだ、サンタのプレゼントになってる。これバランス崩れるぞこれ。これやばいぞ、これやばい、これサンタのプレゼントだ。これ今までチーペットとスキンだったんだけど、今回やばいことになってる。これだとどうなるかというと、爆裂な思考のサドルとか武器とかが大量にゲットできるから。チビペットとスキンかと思ってた俺。あ、そういうこと。思考クロスボウ BP、 お、すごいね、いいね。思考弓 319%、 思考クロスボウ 420% の BP あるって、やべえ、めっちゃいいじゃん、すごい。じゃあ皆さん一旦首都に帰ってあれしましょうか、どっかに置きましょうか。みんなもうこっからはあれだぞ、すべての恐竜が2023年バージョンになってくるぞ。2022年の生産中止です。2023年の生物になってます。2022年はもう生産中止です。2022年のモデルまだありませんか。一応事前にデストロイしておりますので、雪山周辺でご覧になられて、そちらの方にですねカルカルドサルスいなければ、ちょっと当店ではもうないですね。ちょ、諦めない、遅いわ、変身するからちょい待ち。誰からも来てねえだろ。涙を拭く時間か今は。マジちょっと心痛い。タロさん、俺がDM で明けおめってする、なんかディスコードで送って、 LINE 交換しよう。それスクショして周りに明けおめ DM 来たって言います。お前なんて悲しい生活してるんだ。そんな周りにそんな明けおめ DM なんて言いふらすもんじゃねえぞ。なんだよタロさん、もうほら、なんか言い訳あるんだったら言ってみろよ。ちょ、今ジャニオタの姉がジャニーズカウントダウン見ててうるさいから。ごめん、ミュートするね。じゃあとりあえず商品の査定からいきます。今回のじゃあちょっとチビペット見ていきますか。あー、タイニーリトルって言ったので、バージとか、あー、なんかマジであれだね、ほんとサンタさんだね。いや、このラインナップサンタさんじゃん。これカマでしょ、ランス、弓、銃、クロスボウ、ギリ、サンタさんでラインナップ。バグな気がする、毎年恒例のやつではないから。ということで、本年度の2022年ライフワークの全工程終了いたしました。2023年になりましたが、本年度も皆様よろしくお願いします。明けおめー。